平成31年1月の2日17時46分であります。ちょっとね、幸先のいいデータというか、今年のやっぱり最大の目的というのは参議院選挙になりますので、過去の国会議員選挙、国政選挙をですね、表にまとめてみました。もうちょっと引いた方が見やすいのかな、これは引いた方が見やすいかな。2009年から今からちょうど10年前の衆議院選挙、ここ最近は衆議院参議院衆議院参議院衆議院参議院衆議院と、順番に言ってます。2009年衆議院、2010年参議院、2012年衆議院、2013年参議院、2014年衆議院、2016年参議院、2017年衆議院と、で、2018年は国政選挙がなく、今年2019年7月に参議院選挙が行われるということで、まあ、過去ですね、10年間の3、4、5、6、7回の、国会議員選挙の比例のですね、いわゆる政党の獲得票数というのをまとめました。みんなの党ができた2009年の、夏の衆議院選挙ですね、政権交代を取った年、民主党が2984万票というですね、すごい数字を取っている、その横でですね、みんなの党が300万票を取っているというところです。これ政権交代を起こった選挙です。自民党は意外に取ってるんですね、1800万票を取ってます。という、こういう、そういう、こういう横で見てください。これがね、この数字が一番上の横の段が2009年の数字ということで、幸福実現党もこの年に出て46万票というところであります。社民党がみんなの党とですね、実は全く同じ300万票ということです。で、公明党は、865、865万票から750万票、そして前回の衆議院は700万票割ってるんですが、まあ、相変わらず公明党はこういう状態、ちょっとずつ下がってきてますけども、700万票台というのが公明党と。で、共産党は意外に動きます。490万票が300万票、350、360、500、600と、で、600、前回440ということで、共産党は固定票だと思われがちなんですが、結構揺れます。で、自民党の盾をずっと見てもらうと、選挙で大敗した、この政権交代を起こした年の2009年も自民党は実は1800万票も取ってます。で、ねじれが起こった国会でも1400万票も取っていて、翌年ですね、2010年参議院、1600、1800、1700、2000と、で、前回1800ということで、自民党は、揺れはあまりないんですね、こう見ると。むしろ公明、共産党の方が、他の党のによって揺れが出てくると、差が出てくる。民主党は政権交代を取ったのは約3000万票取ったんですが、翌年には1800万票と1000万票に票としています。で、その後960万票まで落ちて713万票まで落ちたんですが、実は、5年前に713万票ですが、その後ね、盛り返してきてます。970、そして1100万票ときて、去年の、まあ、2017年の立憲民主党希望と足すとですね、実は民主党系の票は一気に戻ってきているということが分かります。で、その理由というのは、みんなの党がもう2014年にはなくなってるんですね。2014年の12月になくなっているために、2014年の衆議院選挙にはみんなの党は立候補してないんです。みんなの党というのは、大体5年間存在したという党で、2014年の11月の松戸市議会議員選挙を最後に消滅をしています。で、維新の会というのはいつからできたかっていうと、2012年の12月の衆議院選挙からできています。だから、みんなの党はここの2009年2010年は維新がまだなかったんですね。300万票の次の参議院選挙ですね、
この2009年の300万票というのはまだ北海道ブロックや四国ブロックなどで候補者出してません、北陸とか出してないんですね。みんなの党の実力が直ちに出てきたっていうのはこの約800万票794万票取った2010年の参議院選挙、2009年の時は民主党の10分の1しか取ってないんですが、翌年の2010年には1800万票対約800万票ですから 2倍ちょっと、もう3倍にもいかないんですね。 2.5 分の1みんなの党は票を取っていると、自民党と比べても半分以上票を取ってたという時期がありました。でその次の選挙、2012年の選挙ですね、ここすごく大事になってきて、維新の会ができたために、票をですねどんと減らしてしまいます。で維新の会がこの時ね、橋本さんと石原慎太郎さんがひっついた時に1226万票も取っていて民主党を追い抜いていってます。自民党とほぼ互角と言ってもいいぐらい、自民党1600万に対して1200万取ってるんで、この時のやっぱり橋本維新の勢いっていうのはやっぱすごかったっていうことですね。そんな中でもみんなの党は524万票取ってる。で、みんなの党が最後になった最後の選挙となった2013年でもこれだけ票を取ってます。476万票取ってます。これは議席数にすると4議席になります。ここね、指でやった方が間違いないですね、4議席になります。で維新の会はちょうど半分票を減らしていて6議席、5議席にとどまったな、6議席かということで、こんな感じでですね票が推移していってます。で維新の会を見ると1200、600、800、この800というのは600から800に増えているのはみんなの党が消滅したためにみんなの党に入れてた人がこっちに入れたと思われますね。で、その後、まあ、維新の橋本徹さんが2015年に辞めた関係で前回の参議院は515万票しか取れていません。そして、ほぼ1年前なんですが衆議院選挙では維新の会は339万票まで落としています。みんなの党がないにもかかわらずという数字です。で、先ほど申し上げた民主党というのは3000万票取ってたのが一番底になったのが2013年、まあ前々回の参議院選挙になるんですが、これはみんなの党と維新があったために相当不動票を持っていかれたと。でみんなの党がなくなったおかげでこの400万票が多分これきれいにこれ両方に乗ってると思います。維新に約200万票と民主党に270万票ぐらい260万票乗ってますから、みんなの党がなくなったことによって、維新と民主党に不動票が乗ったんじゃないかと。自民党はほぼ変わってませんということでね。あとまあ共産党にも一部みんなの党の票が回ったと思われる、みんなの党の壊滅によってですね回ったと思われるような節があります。で公明党は相変わらずのもうね変わらずの数字です。で、まあ、ちょっと社民党も立てて見ていってもらえば300、200、140、130、150、前回がもう100割って90万ということで、社民党は次の参議院選挙は 2% である100万票を超える可能性が超えない可能性が出てきているということです。あと自由党がこんな感じですかね。でまあ去年のというか前回の衆議院選挙で、まあ、彗星のごとくというか現れてきたのがこの民主党がなくなって立憲民主党と希望の党に分かれました。でこの立憲民主党と希望の党を足すと2000万票を超えます。約2100万票で、実は自民党の1800万票よりもこの2つの政党を足すと多くなるんですね。だから自民党がむちゃくちゃ強いというわけではなくて、立憲民主党と希望の党がうまく合流するとここを超えていくような数字になると。ただ第3極と呼ばれたみんなの党がなくなり、そして維新の会も橋本さんがいなくなって弱くなったために、いわゆる不動票と言われる支持政党がないという人が入れるところがなくなってしまって、それでまあ希望の党と民主党に入れたんじゃないかなと思われる節が出てきています。でまあこんな中
ですね、 NHK から国民を守る党が今年の7月の選挙でどれぐらいの票が取れるのかっていうのを各党との、まあ、過去の票を見て分析させていただきました。で、一番、その参考になるのがみんなの党なんですね。で、みんなの党の3分の1を取るとこれぐらいと。で、どうしてここの2013年の3分の1という数字を出してきたかっていうと、例えば、今回で言うとですね、八千代市の12月の先月のね、選挙の結果が、みんなの党の4分の1、そして西東京市も4分の1、ちょうどね、4.08 分の1、両方とも。で、松戸市の選挙結果が 2. 何分の1ですかね、2. 何倍の1なんですね。で、まあそういうところから平均すると、まあみんなの党の3分の1ぐらいは取れるだろうと。まあ、マックスみんなの党がね、これだけ取ってたんで、みんなの党が立候補した町田の選挙や、小金井の選挙、松戸の選挙ですね、そういうところをですね、みんなの党とうちは大体数字かぶってるのでね、これが一番今、信用できる数字で、ちょっとこれ、辛く見てます。僕、もうちょっといくんじゃないかなと思ってますが、辛く見ても159万票と。いうことです。で、次維新と比べた場合にもう維新はガンガン減ってきてるのであまり参考にならないんですが、去年の4月に行われた西宮の選挙ですね、兵庫県西宮市の選挙で大体、まあうちの川本が1万1000票取ってるので、維新の候補者1対1でやったものでいくと約3分の1ぐらい取ってますから120万票ぐらいいくのかなと。まあもちろんこれ、まあどれを維新の場合はチョイスしていいのか、例えば、12月に行われた直近の選挙でいうと八千代市では維新の候補者のうちは上に行ってます。で、西東京市も前回維新で立候補した人が現職の人を、まあ、超えていってます、立川市においても維新の会の候補者の 1.8 倍の票を取っているということからしても、まあ、維新が強い関西の今数字と比較してもこれですから、まあこれよりももっと票は取れるんじゃないかなと思ってます。で、共産党と比較してもこれ同じような数字が出てきてます。全く同じ数字が出てきます。まあ共産党の440万のですね、大体まあ、これぐらい 2.76 分の1ぐらいは取れるんじゃないかと。これも松戸市長選挙の結果や、統一、ごめんなさい、補欠選挙ですね、北海道の苫小牧や苫小牧と、そして練馬区、杉並区に、そういうですね、補欠選挙で共産党が取った数字と NHK から国民を取った守る党が取った数字を比較すると 2.76 分の1ということで、共産党の 2.76 分の1取ったとしても159万ということが言えます。で、社民党は、まあ今までね、立川と松戸で選挙してるんですが、社民党にも勝ってるということなので、まあ社民党と比較しても140万票ぐらいはいくだろうと。で、あと自由党の大体2倍ぐらい取ってるので、自由党の前回の参議院の2倍ぐらいはいくでしょうと。で、幸福実現党がずっとこうね、46万23万21万19万26万37万29万と、まあ幸福実現党さんもね、当選はもちろんしてないんですが、大体こういい数字が出てきてます。平均化されてるんですが、幸福実現党さんは松戸でも候補者出してます、町田でも候補者出しててですね、幸福実現党と比較すると約8倍の票を取ってますから230万票ぐらいいくんじゃないかと。で、立憲民主党と比較してもですね、これ補欠選挙の数字を全部足し上げると立憲民主党の 3.9 分の1は取るでしょうと。去年の、まあ、実質1年前の衆議院選挙の立憲民主党1100万票ですから、それと比べると280万票で、これ悪い数字を取ってるんですね、立憲民主党と比べるときに。例えば前回行われた、先月行われた西東京市では立憲民主党の票の3分の1ぐらい取ってます、八千代でも3分の1、まあ、正確に言うと 2.8 分の1ぐらい取ってるので、そうするとですね、
やっぱり4分の1よりももうちょっと縮まるんじゃないかと思ってます。から今一番浮動票が取れる立憲民主党と比較するとなんと300万票近い数字が取れるという結果が出てきています。で、希望の党とも比較してみました。で、これ希望の党はデータ1個だけで、練馬の選挙ですね、希望の党のお膝元の練馬の選挙で補欠選挙で2人が取った票が2人立候補してるんですが、都議選で約 3万5千票で、うちの松田が取ってるのが8400票ということで 4.08 分の1と、それで比較するとやっぱり230万票いきます。ただ直近の選挙でいうと都民ファーストの候補者のよりもうちのですね、富永の方が 1.37 倍も取ってますから、それを比較すると恐ろしい数字になります。まあ国民民主党よりもうちは取ってますから、 NHK から国民を守る党は今このまあ旧希望の党ですね、ここよりも強くて、強いところはここの希望の党と維新の会の 1.3 倍ぐらいの強さがあります。で、立憲民主党の4分の1ぐらいの票が取れます。幸福実現党の8倍ぐらいの票が取れます。重党の約2倍の票が取れます。民進、社民党の約 1.4 倍ぐらいかな、 1.5 倍ぐらいの票が取れます。公明党はちょっと比較の対象が難しい。で、共産党はこれ公明党だから比較対象難しいので比較しません。共産党の 2.76 分の1ぐらいの票が取れます。自民党もちょっとね、地方選挙は無所属で出る人が多いのでちょっと自民党とは直接の比較はできません。社民党ともこれがあるんでできませんと。で、維新の会も相当偏りがある、大阪で強いっていうのがあるので単純な比較はできませんが、まあ単純な比較というかね、西宮の補選のデータとしても100万票は超えると。で、みんなの党が一番データが多くて2011年の統一地方選挙や、もろもろのデータを見るとみんなの党とうちの票って大体みんなの党が取る票の4分の1ぐらいは取るということ、まあ、3分の1近く取ってるんですかね、まあ、仮に4分の1としても120万票ですから、みんなの党が過去4回の特にこの最後に取った、520とか470、これ維新がこれだけ強い時なんですが、これからいっても取れると。で、うちの目標はあくまでもこれ110万票です。 2% この前回参議院の100飛び7万票が自由党、これが自由党ね、まあ、当時山本太郎、生活の党と山本太郎でしたけども、これで 1.91% だったんです。ですから110万票を超えれば 2% 超えるんですが、どう見てもどの数字を見ても110万票を超えていきますということで、最後にですね、僕はもうNHK から国民を守る党は今年の参議院選挙で 2% を超えることはほぼ間違いないだろうと思っております。もう少し行くんではないか、 2% では効かないんじゃないかというそういう見込みを立てております。ただその見込みは仮に外れたとしてもいずれは超えていきます。2019年ではなくて今年ではなくて2022年には超えていくということはもう 2% 超えていくのは間違いないと思っております。どんな人を公認するのか、誰が10人以上立候補しますしないといけないので、誰が立候補するのかによっても大きく違ってきますが、どんな人が立候補しようと僕が代表で全国の比例代表の名簿に乗れば 2% 超えるということは私は今の段階では確信をしています。変わる可能性があるとすれば、あと7ヶ月も実際半年しかないんですけども、半年の間にその立憲民主党を超えるようななんかとんでもなく人気を取る政党ができて出てくるということですね。この立憲民主党が1100万票で維新が1200万票取ってるんですが、まあこの半年の間にですね、とんでもないような浮動票を集めるような政党が出てきたらそれはうんってなりますけども、今の状況からいくともうこのね、希望の党のまあ実際変わらない母体である都民ファーストにうちは勝ってますから、たった1年前に約1000万票取った政党をもう抜いていってるわけですね。まあ、そういうことからしてもうちが 2% 取れないということはまずないと
楽観視しておりますが、この後ですね、4月に統一地方選挙の結果が出てまいります。特に統一地方選挙の結果が出ると、2011年ですね、ここの部分、ここの部分って見えないのかな、データで言うとですね、このちょっと戻ってもらえばあれなんですけども、このあらかもうね、ここの2010年と12年の間のこのみんなの党のここの部分ですね、2011年に統一地方選挙が行われていて、例えば船橋だとみんなの党の公認候補4人が、2000票でいいところ3000票ずつぐらい取ってるんですね、4人全員当選してるというような数字があるんですが、それに対して NHK から国民を守る党の人間がどれぐらい取るのかっていうのがバーンとの数字が上がってきます。そうするとどれぐらい参議院で取れるのかっていうのがですね、見えてきます。で、見えてくると当然4月の統一地方選挙が終わった後に、新聞各社や公明党、自民党、各政党が世論調査をかけるということになります。世論調査というのはあらかじめ電話をしたり訪問したりして、NHK もやるんですけども、どこの政党を支持してますかというようなことが出てまいります。で、その時にも4月に NHK から国民を守る党が立候補するんだと、党として立候補するということももちろん表明しますから、それを表明していて、地方選挙での票がどれぐらい出てるのか、そうなると、いわゆるあれですね、ごめんなさい、いわゆるあれっていうのは、世論調査に入れなきゃいけない。世論調査に入れると 2% 超えるっていう数字が多分すぐ出てくると思います。で、それが出てくるとですね、4月末に、世論調査が行われるのが5月だと思うんですけども、それを見るとよし、 NHK から国民を守るとか当選するんだと思うと、一気に立候補したいという人が僕は増えてくるもんだと思っております。こんな感じで、とにかく国会議員に私がなってですね、 NHK をぶっ壊すということをしっかりと、国会の場で言っていくということが大事だと思っておりますので、今年は、立花隆が国会議員になってですね、 NHK に対して直接 NHK の会長や理事に対してですね、 NHK をぶっ壊さなきゃいけない、お前らどうして、NHK さんどうしてスクランブルしないんですかとかね、あなたたち集金にどんな教育してるんですか、こういうことをですね、国会の場で質問し、それをインターネットでどんどん YouTube で上げていくということによって、世論をかきたてて NHK をぶっ壊すという私の目的に向かって、これを実現していきたいと思います。おそらく今年当選ができれば3年以内には NHK をぶっ壊すことができると確信をしております。以上です。2019年も NHK をぶっ壊す。